コスタクラシカはコスタクルーズが運行していたクルーズ客船。コスタクラシカ級の一番船で1991年12月7日、イタリアのフィンカンティエリシャ・マルゲーラ工場で竣工。1992年1月24日、フォートローダーデールで命名式を行い、1月25日よりカリブ海クルーズに就航した。戦果は3億2500万ドルで、 竣工当時最高線下の客船であった。また、同系の2番線、コスタ・ロマンチカが1993年に建造された。客室は全部で658室あり、そのうちの438室が海側に面している。2009年よりアジア地域に配線され、日本への来航は2009年4月14日に那覇に寄港したのが初であった。 二千十年十月十八日、未明中国庁高架校で、ベルギー船跡の貨物船と衝突。船体に二十メートル程度の亀裂が発生し、一部浸水したが、自力航行で、上海に到着、シンガポールにて修理。二千十四年には大規模改装を受け、コスタネオコレクションシリーズの一隻として、コスタネオクラシカに改名し、その後二千十八年三月をもって、 バハマパラダイスクルーズラインに売却。現在は同社のグランドクラシカとして運用されている。地理的に中国に近い博多港や上海と天津への定期航路がある神戸港などに中国からのショートクルーズ客を乗せて寄港していた。ありがとうございます。